マーク・ハスキンスは、イングランド・オックスフォード・シャー州、ファリンドン出身のプロレスラー。ハスキンスは2006年7月に、FWA アカデミーで、トミー・ラング・フォードとタッグを組みデビュー。9月には、プレミアム・プロモーションに参戦し、多くの試合を経験。その後、FWA アカデミー王座への挑戦をかけた、トーナメントに出場し、準決勝まで進むが、 マックスボルテージに負けてしまう。7年初頭に FWA アカデミーのラストマッチとして、トミー・ラウングフォードと組み、ダグラス・ウィリアムズとジャック・マクラスキーを破った。4月にインターナショナルプロレスリング・ユナイテッド・キングダムに登場、ダン・ジェームズ、ハーリー・ミルズ、トミー・ラウングフォードと組み、イアン・ローガン、ジャック・マクラスキー、ジェイミー・ブラム、ウェイド・フィッツ・ジェラルドの8人タッグに出場し、 勝利している。その数日後に、ダン・ジェームズとハーリー・ミルズのタッグであるチャブズに合流。ミルズとワンプロレスリングのタッグチーム王座である1、PW タッグチーム王座を獲得できる6、チームガントレットマッチに出場するも獲得ならず。また、4FW タッグチーム王座を持つブリッドレーズに挑戦しているが負けている。8月には、リアルクオリティレスリングに参戦している。 ブリティッシュナショナル王座が獲得できるトーナメントに出場するが準々決勝でテリー・フレイザーに負けている。2008年2月にセイントと組みブリット・レイズが持つ 4FW タッグチーム王座に挑戦するが負けている。12月にアイリッシュホイップレスリングに参戦し、レッド・ビニー、バリー・ムーン・ブレイザー、ビッグ・バイパーとの4ウェイマッチに勝利し、RQW ・クルーザー級王座を獲得している。 2009年の初めに 4FW ヘビー級王座に挑戦できる5ウェイラダーマッチに参加するも負けている。4月にマークスローンとのタッグで空位になっている PWF タッグチーム王座をかけたトーナメントに出場ロイナイトとザックゾディアックのタッグと争い勝利して PWF タッグチーム王座を獲得しているがその数日前に RQW クルーザー級王座を失っている。 7月に WXW 世界ライト級王座をかけた3、ウェイマッチに出場するも負けている。10月にドラゴンゲートと WXW のイベントに出場、ヤングバックスと対戦し、ドラゴンゲートでデビューする。2010年2月に日本のドラゲーのリングに登場、ドン・フジーと対戦し、負けている。その後ワールドマイナス1に加入はしないが、共闘体制を取る。 3月のコンピレーションゲートで PPV デビュー。PPV 後しばらくはヨーロッパの団体に復帰していたが5月に再び登場。大阪プロレスとドラゴンゲートの全面対決に参加。その後 BAC とタッグを組んでサマーアドベンチャータグリーグ4の A ブロックに出場。サイバー、コングとかゲトラに勝利するも残りの試合を全て落とし、準決勝には出場できなかった。 WXW とドラゴンゲートの合同イベントでシーマとのラストマッチを行った。2011年にドラゴンゲートからヨーロッパの団体であるブリティッシュオールスターレスリングアライアンスに復帰、ギデオンとジャッカルのチームウェイチ8と対戦し負けている。その後、16カラットゴールドトーナメントに出場しているが準々決勝で敗退している。 ハスキンスは2011年の1月に行われたティネのヨーロッパツアーに参加。7月のデスティネーション X にも登場、ダグラス・ウィリアムズと対戦し、負けている。8月にバックステージに登場し、18日にティネと契約している。X ディビジョンのランキングを決めるガントレットマッチに出場している。以降はしばらく姿を見せていなかったが、2012年2月に、 復帰し、X ディビジョン王座保持者であるオースチン・エリースと対戦するが負けている。試合中に脳震盪と同時に首を痛めてしまい数ヶ月、欠場している。9月にハスキンスはティネと契約更新せず、ティネから離脱している。ティネ離脱後はイギリスのインディー団体で活動を続けていた。2月にはオールスターレスリングに復帰してディーン・オールマークと対戦するが負けている。 翌日には、ワンナイトトーナメントに出場し、準決勝まで残っている。インターナショナルプロレスリングユナイテッドキングダム、ニュージェネレーションレスリング、サウスサイドレスリングエンターテイメントにも、頻繁に参戦するようになった。インターナショナルプロレスリングユナイテッドキングダム、ニュージェネレーションレスリング、サウスサイドレスリングエンターテイメントのタイトルに、 挑戦できるトーナメントに出場するも、どれも獲得には至らなかった。2018年12月20日、ロート契約。タリックにブリッジング藤原アームバーをかけるマーク、ハスキンス。ありがとうございます。